広島市によりますと、80代の男性は6月に市内の医療機関で2回接種しましたが、男性の妻が接種券が届いていないと勘違いし、市に再発行を依頼しました。その後、男性は別の医療機関で再発行された接種券を使って、7月と8月にワクチンを接種したということです。また、東広島市では市内の医療機関で5月と6月に接種した80代の市民に、6日、集団接種の会場で3回目のワクチンを接種していました。この市民は接種券を持っておらず、会場で再発行したということです。2人が接種したワクチンはいずれもファイザー社製で、健康状態に問題はないということです。